はい、こんにちは。自営業専門税理士川南です。本日の動画はですね、今からインボイス制度で初めて消費税の申告するかもっていう予定の方は必見の動画になっております。また消費税の申告の締め切りは3月31日までとなっておりますので、まだこれから消費税の申告書作るよって方、両方合わせて消費税について復習予習しておきましょう。私はオンラインサロンの運営とビジネス書を2冊出しておりまして、自営業フリーランス向けに必要な内容が1冊にまとまったこちらの本と、インボイス制度が30分でスパッとわかるこちらの本出版してますので、どちらもよろしくお願いします。その他 SNS は TikTok、インスタ、Twitter、ボイシーとやっておりますので、どれも概要欄から飛べるようになってますのでチェックしてみてください。それでは早速、インボイス制度前に向けて予習動画プラス、もう今年消費税の確定申告するよって方向けの動画になってますので、早速行ってみましょう。インボイス制度前に消費税の確定申告の基本について一緒に学んでいきましょう。本日の内容です。インボイス制度がスタートする前ということで、予習兼申告書出すっていう方は復習をしておきましょう。一つ目、消費税の確定申告について基本をおさらいします。二つ目、消費税の計算方法は実は2種類、2パターンあるので、その2つの方法について簡単に紹介をします。三つ目、会計ソフトは使うべき。これはうまく味方につけようということで紹介をしたいと思います。そして4つ目、これも重要です。消費税の貯金を始めておきましょう。消費税の納税が発生しますので、しっかりと納税の貯金をしておかないと資金繰りがやばいですよということで、最後4つ目大事な話してますので、動画最後の方までぜひご覧になってください。それではまずは消費税の基本についてから動画で解説をしていきます。消費税の仕組みについてです。まず基本ですね、課税売上高が1000万円を超えたら課税事業者と呼ばれるものになりまして、要は免税事業者から課税事業者に変更し、消費税の申告が発生する。これが一番基本のルールとなります。もちろん例外や正しありますので、今回の動画では本当に基本の最低限のルールだけ抑えるという動画になってますので、次に進みたいと思います。そしていよいよインボイス制度がスタートするというところで、今までだと免税事業者だったんだけども、令和5年の10月1日からスタートするインボイス制度に申請登録をした、もしくは申請登録をするという方はですね、今までは免税事業者だったんだけども、インボイス制度に参加するという風になりますと、課税事業者と自動的になります。そうすると課税事業者でも消費税の申告をする必要があり、また消費税の納付が始まるということになります。そして消費税の申告の提出についてです。こちら所得税の申告書とは期限が違いまして、所得税の場合ですと3月の15日までが原則基本となっておりますけども、消費税の申告というのはですね、3月の31日までが締め切り日となります。ですので納税も同じく同日が基本ですので、納税日も同じく消費税の支払いは3月31日までに支払わないといけないということになります。もちろん消費税も所得税と同じく振替納税を使ってますと、3月15日の締めが4月になりますし、消費税も3月31日の納税日が4月に引き落とされることになりますので、そちら振替納税を使うという方はいつ引き落としされるのかチェックしておきましょう。口座の方に残高不足になりますと面倒くさいことになりますので、引き落とし日が近づいてきましたら必ず通帳の残高あるかどうかをしっかりと確認しておきましょう。それでは簡単に消費税の基本をおさらいしたところで、次にじゃあインボイス制度に登録した方の消費税の支払いスケジュールってどういう風になるのって思うかと思いますので、次のスライドで紹介をします。こちらです。もし2023年の10月の1日からインボイスの発行事業者になったとしたら、このようなスケジュールで動くことになります。こちら先ほどね、冒頭で紹介した30分でスパッとわかるインボイス Q&A ブックから引っ張ってきた図表になります。インボイス制度のスタートが2023年の10月1日からになりますので、制度が始まるまではもちろん免税事業者になります。ですので個人事業の方はですね、1月から9月までは免税事業者で、要はスタートする10月1日からインボイス制度に参加する、スタートするというふうに申請をされている方は、10月から12ヶ月の3ヶ月分は消費税が発生する。要はその3ヶ月分の売上に対しては消費税が発生するので、消費税の申告を3ヶ月分しないといけないということになります。ですのでまず大事なポイントとしては、売上を1月から9月と10月から12月分としっかり分けて把握をしておかないと計算ができないということになりますので、こちら初年度しっかりと押さえておきましょう。そして最初の消費税の確定申告がいつかと言いますと、最初の確定申告
定申告は2024年の3月の31日までが締め切り日になります。もちろん所得税の申告書は1月1日から12月31日分のを締めて3月15日までに提出するという流れになります。ですので厳密に言うと3月は2回申告書の締め切り日が来るというふうに覚えておいてください。もちろん多くの方はですね、締め切り日がそんな半月ほどしか変わりませんので、所得税の申告書と一緒に消費税の申告書も出すという方が圧倒的に多いです。そしてこちらに記載があるように、所得税の確定申告書、今年の申告も大変でね、アップアップでね、必死にやっと終わったよっていう方、この所得税の確定申告プラス新しくねしたことのない消費税の申告書っていうものが時期が被ってきますので、早めに準備をしておかないと、いざやろうと思っても消費税の申告がわからないというふうになってしまうと大変なことになりますので、しっかりと早めに準備をしておきましょう。もう今からしておいても全然遅くないというふうに私は個人的に思っています。では次に消費税の計算方法の2種類を紹介したいと思います。消費税の計算方法には2種類あります。1つ目が一般課税、あとはまあ原則課税と呼ばれるね方式になります。2つ目が簡易課税方式と呼ばれるものになります。2番のこの簡易課税方式はですね、課税売上高が5000万以下の方でないと使えませんので、そこはご注意ください。そしてこの2番の簡易課税方式を使いたいという方、事前に税務署に届出が必要となります。こちら届出を忘れていますと、こちらの方法1番の方法になってしまいますので、ここはしっかり押さえてください。いつまでに出せばいいのか、この後のスライドで順番に解説をしっかりとします。そしてこの2つの計算方法なんだけど、それにさらにですね、インボイス制度速報ということで、要は2割計算と呼ばれるものが出てくる予定です。こちら以前ね出てきた時に動画作ったんですけど、もう1回2割計算についてね、また動画で詳細を解説したいと思いますので、チャンネル登録してお待ちください。2つの以前からある方法について解説をいたします。はい、それでは原則課税、一般課税と呼ばれるものですね。こちらはですね、売上の消費税額、要は売上を上げた時にもらっている消費税額ですね、消費税から自分が実際に仕入れや経費をして使う時にも消費税って支払いますよね。ですので実際にこう入ってきた消費税から自分が実際に支払った消費税を引いた金額を消費税として納める、こちらの図で言うとこの預かった消費税、この預かったっていう言い方がね違うよっていう方いらっしゃるんですけど、分かりやすいのでこのように表現を今回の動画もさせていただきます。そこから支払った消費税、仕入れや経費に使った消費税、これが仕入れ税額控除と専門用語で言うんですけど、その差額差し引いた分を国へ納付するというのが消費税の申告の原則課税と呼ばれる方法になります。こちらはですね、一件一件の取引を把握して厳密に計算するという計算方法になります。では次2つ目の方法いきたいと思います。2つ目は簡易課税制度と呼ばれるものですね。簡易課税制度はですね、売上高が分かれば消費税が計算できるっていう風なルールになっております。簡単に紹介すると、簡易課税制度は売上高が分かれば消費税の計算ができるという風な仕組みになっております。どういったことかと言いますと、このみなし仕入れ率というものが業種ごとに決まっております。これはデータや過去のものから、この業種の方はだいたい仕入れや経費で支払う消費税がこれくらいだよねっていうような目安のようなパーセンテージだと思ってください。第1種の卸業の方は 90%、 第3種の方は 70%、 サービス業の方は第5種になりますので 50% というふうに、これはもうルールとして決まっています。ですのでこの決まっているみなし仕入れ率を使って消費税を計算するのが簡易課税制度というふうに覚えておいてください。ですので売上税額が分かれば消費税の納付税額の計算が可能となります。実際の計算例はね、こちらの表の方を見ておいてください。そして簡易課税制度を使うとですね、一つ目に紹介した方法よりも計算が簡単で作業負担は少ないです。ですのでこれから自営業フリーランスの方はインボイス制度がスタートして消費税の申告をしないといけないとなると、簡易課税制度を選びたいというふうに思う方が多いのではないかと予想がされます。もちろん1番の計算方法とこの2番2つの計算方法がどちらが自分は税額がお得になるのかっていうのはシミュレーションをしてみないとわからないですので、こちらが絶対にお得とは一概に言えません。いろんな業種や働き方によって変わってきますので、どちらの計算方法が自分にとってはいいのかっていうのはしっかりとシミュレーションをする必要があります。とはいえ2つ目のこの簡易課税の方は計算が簡単で作業負担は少ないという事実があります。さらにですね、インボイスは保存が不要というメリットあります。これどういったことかと言いますと、自分の仕入れや経費の取引先
きのインボイス制度、要は番号の入った領収書請求書の方を保存する必要がないのが簡易課税制度となりますので、その分経理の作業負担も軽減されますよということになります。今まで通り領収書請求書等々は保存義務はありますので、そちら勘違いはしないようにお気をつけください。さて、ではこの簡易課税制度ぜひ使いたいなという方、先ほど少し前に紹介したように届け出が必要ですって言いました。ではこの届け出をいつまでにすればいいのか、これ非常に重要なポイントですので、皆さん漏れのないようにしっかりと学んでおきましょう。簡易課税制度選択の期限になります。これはインボイス制度がスタートするよということの前提でお話をします。免税事業者である課税事業者が10月1日から登録を受けた場合、簡易課税の選択適用、要は簡易課税制度を受けたいよという方はいつまでに登録すればいいかと言いますと、最終日ギリギリはですね、届け出を令和5年の12月31日までに必ず提出をするようにしてください。そしてここですね、申請の用紙に令和5年分から適用するよという旨を記載する必要がありますので、その期日をね、令和6年からというふうにしてしまうと令和6年からになってしまいますので、お気をつけください。提出日、もう一回まとめますよ。提出日は令和5年の12月の31日まで、そして令和5年分から適用するという記載をする、この2点をしっかりと押さえておきましょう。そしてこの簡易課税制度の選択期限過ぎてしまいますと、先ほど紹介した1つ目の原則の方法で消費税を計算することになりますので、お気をつけください。もちろん原則課税の方をね、使った方が有利なんだよとか、消費税の金額がね下がるっていう方は一番の方法で大丈夫なので、この簡易課税制度を出す必要はありません。こちら提出期限がありますので、本当にお気をつけください。この提出期限なんですけど、これはインボイス制度の特例となるので、その点ご注意ください。普段からもう消費税の申告をされている方で簡易課税制度を使いたいという方は、この簡易課税制度というのは事業年度が始まる前までに出さないといけませんので、そちらご注意ください。今回はインボイス制度がスタートするという上での特別措置になります。それではね、これから消費税の確定申告をしないといけないという方が増えるというふうにね予想されるんですけど、こちらを私は強くお勧めいたします。会計ソフトは使うべきですね。手書きは無謀です。私たち税理士もですね、もう会計ソフトを使って消費税の申告書を作るというのはもう慣れてきていまして、私ももはや手書きでやる自信はありません。ですので手書きは無謀ですので、会計ソフトはこれから必須ツールというふうになってくるかと思います。そして各会計ソフト対応をしていってます。また消費税の申告に関する機能がどんどんとレベルアップ、対応アップしていってくださっていますので、これを使わない手はないというふうに私は個人的に考えています。そして今までですと年会費は別途消費税の申告書の場合はいただけますよというね、会計ソフトさん多かったんですけど、年間費用込みでもはやね、消費税の申告の作成機能使えるようになっているソフトが圧倒的に多いですので、ぜひこれを機に会計ソフト、今年令和5年度の所得税も含めて会計ソフトの導入を検討した方がいいかと思います。こちらまたどこの会計ソフトがいいのかみたいなね話は動画にできたらいいなというふうに考えておりますので、チャンネル登録してぜひお待ちください。次はですね、消費税の申告が発生するということは納税も発生します。じゃあどれくらい消費税の支払いのためにお金を取っておけばいいのか、消費税貯金について次のスライドから紹介をします。消費税の貯金を始めようということですね。インボイス制度で登録しますと消費税の申告をすることになり、消費税の納税が発生します。そうなるとですね、今までは所得税だけの納付で済んでいた方がプラス消費税も払うということになります。そうなるとですね、今まで通りの資金繰りとはちょっと異なる動きをしてきますので、事前に消費税の貯金を今からしておきましょう。基本消費税は所得税と同じで一括払いになります。そして先ほどね冒頭で紹介したように期限が3月31日までになります。口座振替使い方は4月になりますけども、3月31日までに一括払いという風になりますと、なかなかな負担感となってきますので、しっかりと準備しておきましょう。納税分を確保しておく必要があります。では具体的にいくら消費税取っておけばいいの、貯金しようっていうことは分かったんだけど、いくら避けておけばいいのかというのを次のスライドで解説します。こちら積立目安というものがあります。これ国税庁から出てる表なんですけども、申し訳ないんですけど簡易課税方向けになっておりますのでご了承ください。簡易課税の方向けに積立の目安金額を書いてくださっております。ここですね、年間の売上高の縦のラインで自分の売上高がいくらぐらいかで判断をしてください。そしてこちら横の方がですね、自分の業種、要は先ほど紹介したみなし仕入れ率によって1種2種3種という風になって、順番に90、80、70という風にパーセンテージが書いてあります。こちらを
ね、横と縦を合わせて自分がだいたいいくらぐらい必要なのかっていう目安の参考にしていただければ幸いです。例えばですね、売上2000万円の方で小売業第2種に該当する方はいくらぐらい積み立てておけばいいのかと言いますと、月だいたい3万4000円程度を積み立てておけば間に合うということになります。今回インボイス制度がスタートして初年度は先ほど言ったように10、11、12、3ヶ月分のみが消費税が発生しますので、これの3ヶ月分を積み立てておく、もしくは避けておけば安心ということになります。もちろん目安ですので、変更する点はあるので少し多めにストックしておくことを強くお勧めします。またですね、初年度は3ヶ月で済みますけど、次の令和6年分の消費税は丸々12ヶ月分が来ますので、年間で2000万円小売業第2種の方はですね、40万円程度避けておく必要があるというふうに目安を立てておいてください。はい、まとめです。インボイス制度導入しますと、消費税の確定申告初めてなんですとかね、ビギナーなんですっていう方が増えると予想をしております。事前に予習や勉強が必須になります。これ税理士に依頼せずにね、今後もご自分で確定申告しようと思っている方はもう事前に予習勉強必須になりますので、もう今からスタートしていいと思います。今年ももう3月となってますので、すでにもう経理が1月から3月分溜まってるって方多いと思うんですよ。やっと確定申告提出してホッとしたところなのに、そんなできないよっていうふうに思うかもしれませんけど、インボイス制度登録した、申請もした、自分は参加する予定だという方は今のうちから予習をしておかないと間に合わないというふうに私は思っております。ですので、会計ソフトを味方につけるっていうね、先ほど紹介しましたけど、すでにもう今年の1月分の経理から会計ソフトを導入して、練習がてら兼学びながらソフトの方の入力をもう進めていかないと次の申告には間に合わないんじゃないかというふうに思っております。いきなりね、会計ソフト入れましても使い方など結局ね必要になりますので、今すぐ導入を検討してください。そして今年の確定申告もギリギリだったとかね、やっと終わったみたいな風に思ってらっしゃる方も、あっという間に次の申告が来まして、次は消費税もあるって方は本当に急いでください。そして最後のポイントですね、消費税の貯蓄をしておく、要は消費税の支払い分を売上から避けておくというね、大事なポイントありますので、しっかりと押さえておいてください。資金繰りは事前にやりましょう。というように、資金繰りは事前に対策をすることが大事、重要になってきております。こちらその他おすすめ動画紹介します。こちらインボイス制度の大事なポイントが分かりやすく Q&A でまとまっている本、宝島社さんから出版している本になります。そしてその他インボイス制度のおすすめ動画を3本紹介しておきたいと思います。こちらのインボイス制度の徹底解説と、仕入れ税額控除というワードがよく分からないという方向けに仕入れ税額控除のみを取り上げた動画あります。そしてこちらインボイスの疑問質問全部答えますという動画もありますので、ぜひインボイス制度関連の動画見て学んでいきましょう。私はオンラインサロンの運営をしております。メリットが3つあります。まず1つ目ですね、オンライン上に税理士を味方につけるということで、オンライン上に質問や相談をすることが可能です。こちら Facebook の非公開グループで運営をしています。2つ目のメリット、定期的にサロンズームを開催しています。ズーム上で私に直接質問や相談することができたり、また他のメンバーさんと情報交換ができるということで非常に好評です。そして3つ目、税理士の裏側を公開しています。新しい経理や税金情報、 YouTube や撮影の裏側などなど、オンラインサロンのみだけに投げている情報多々ありますので、ぜひご検討ください。概要欄から詳しい URL 飛べるようになってますので、ご検討よろしくお願いします。参加お待ちしております。 YouTube なんですけど、チャンネル登録ぜひお願いします。いいねやコメントいただけると励みになりますので、よろしくお願いします。そして本2冊出してますので、こちらもぜひチェックしてみてください。自営業フリーランス向けに重要な項目、経理税金確定申告を1冊にギュッとまとめた本と、先ほどから紹介しているようにインボイス制度が30分でスパッとわかる宝島社さんから本を出版してますので、概要欄からどれも飛べるようになってますのでお願いします。またその他している SNS、 インスタグラム、ツイッター、 TikTok、 ボイシーなどなども概要欄から飛べるようになってますので、興味ある方はぜひチェックしてください。それでは本日も動画最後まで見ていただきありがとうございます。インボイス制度がいよいよ近づいてきました。確定申告シーズンがやっと終わったと思ったら、インボイス制度にまたね突入してきます。いや、本当自営業フリーランスの方、税理士も含めて忙しい年となりそうです。頑張っていきましょう。しっかりと勉強を一緒にしておきましょう。今後も役に立つ動画出す予定ですので、チャンネル登録してお待ちください。それでは自営業専門税理士川南でした。またの動画でお会いしましょう。それではまた。